日本ハムファイターズ6月30日から2選手の1軍昇格が決まりました。入れ替え後の新しいオーダーがかなり強くなりそうです。この2選手の代わりに降格となる選手についても見ていきましょう。昇格となる1人目の選手が郡司選手ですね。中日ドラゴンズからトレードで加入した強打のキャッチャーです。ファームではファースト、ライト、キャッチャー、いろんなポジションで出場しています。そして28日の2軍戦でもヒットとホームランを放ちまして、打率は4割と素晴らしい成績を残しています。中日ドラゴンズ時代もファームでは郡司選手結構いい成績を残していたんですね。そしてこの前左ピッチャーから2軍でマルチヒットを放ちまして、新庄監督からは完璧なバッティングだったと、そして最初から流そうとしないスタイルが好き、2本とも同じような形でライト前ヒットが打てていると、こういったところをとても高く評価していました。郡司選手はここからもしかすると指名打者が今流動的というところで、指名打者でいきなりスタメンでの起用というところも十分あると思います。郡司選手も新庄監督なら使ってもらえるという感じがあるという話がありまして、積極的な起用が期待されます。続いて昇格となった2人目の選手見ていきましょう。2人目、ついに昇格が決まったのが浅間選手です。足の骨折、手術から復帰を目指して2軍戦での出場が続いていました。最初は指名打者からのスタートだったんですけれども、センターで問題なくフル出場もできておりまして、足の状態も問題なさそうです。2軍では打率3割、ホームランが3本、出塁率3割3分3厘、 OPS 0.908 と40打数でホームランが3本とかなり多く出ています。2塁打も2本出ておりまして、長打の割合がかなり多いんですね。12本のヒットに対してホームラン3本、2塁打2本ですね。現状の戦力に浅間選手が帰ってくれば、かなりフルメンバーに近くなるという感じです。あとは磯畑選手とかこのあたりの選手が帰ってくればという感じですね。 A クラス入りに向けて大きな追い風となってくると思います。では郡司選手、浅間選手加入後のオーダーがかなり強くなると、こちらも見ていきましょう。浅間選手、そして郡司選手が加入した後のオーダーを大まかに作っていきます。1番センターに浅間選手、2番セカンドに加藤豪介選手、3番ファーストに野村選手、4番ライトに万波選手、5番サードに清宮選手、6番キャッチャーにマルティネス選手、7番レフトに松本剛選手、8番指名打者に郡司選手を入れて、9番ショート上川畑選手と、もちろんセカンドであったりファーストの組み方とかキャッチャー誰が入るのか、このあたりはかなり流動的になると思いますし、指名打者も結構入れ替わり激しいとは思いますけれども、こういったオーダーを組むことができるということで、かなり戦力的には上がってくると思います。ではこの浅間選手と郡司選手の代わりに降格となる選手は誰なのか、こちらも見ていきましょう。降格となる2選手ですけれども、これまでの起用法を考えると梅林選手が郡司選手と入れ替わる可能性が結構高いかなというふうに見ていたんですけれども、28日の試合でマルチヒットを放ってアピールしているので降格はなさそうかなと。キャッチャーと内外野を守れるユーティリティ性の部分っていうのを考えると、郡司選手と結構タイプが被りますね。郡司選手は、郡司選手は6月18日以降打席がなく、起用機会がかなり限られています。二遊間のバックアップの選手っていうのは結構多いので、郡司選手と郡司選手の入れ替えっていうのは結構可能性としては高いのかなというふうに見ています。そして新庄監督は6月27日の試合で谷地選手に代走を送っているんですね。谷地くん足がおかしかったというふうに新庄監督が語っておりまして、もしかすると浅間選手との入れ替えはこの谷地選手ということになってくるかもしれません。やっぱり外野手が少ない現状、外野手をもう一人下げるっていうことはなさそうなので、内野手との入れ替えっていうことになってくると思います。以上です。